はい、お帰りなさい。今日はですね、体の不調に現れる魂のサインというお話なんですけれどもね、人生ってね、案外ね、裏表みたいなところがあって、なんかここんとこ最近調子悪いなと思ってたのがね、実は人生が良い方向に変わる、ね、そういう良い方向に変わる前兆現象だったりするの。調子悪いなと思ってんのにね、それがね、良い方向に変わる前兆現象、ね、そういう話。これはね、経験したことがあるっていう人はね、わかると思うんですけれども、ちょっとね、しくじったとかね、ちょっとしくじったおかげで、ね、それが転じて、その後に、何倍も何倍もね、いいことがあった、なんてことがね、これね、起きるものなんですよ。例えばね、異様にね、肩こりがひどいっていう時、ね、ある種のね、異様な肩こりっていうのは、魂がサイン出してる。それとかね、偏頭痛がする、ね、頭が痛い、その痛みがサインだったりする。例えばですけれどもね、生前のね、私の父親にお会いになっている方は、あれ多分びっくりしたんじゃないかなと思うんですけれども、それこそね、体のいろいろなところに現れるサインを指先で読み取って、その人の体にね、こうやってね、こう触るだけで、こうさわさわとね、こうやって、こう手とか足とかね、ちょっとだけね、指先でね、触れるの。シュシュってね、ほんとそれだけでね、いろいろとね、ズバリ、ああいうふうに言い当ててしまうっていうのは、指先だけでね、あんな細かいことをああやってね、読み取ってたっていうのはですね、もちろんね、私の父親、行動先生は目が見えない人だったんですけれども、視覚障害者でね、でもね、目が見えないからこその力、この世にはそういう不思議な力がね、実際にね、あるんだっていうのを、自分でやってた人なんでね、自分でやってたんです。この世には目に見えない力がある。行動先生はね、目が見えなかったからこそ、ああいうね、ある種、特殊な目で見えない力っていうものをはっきり、あの見えない目で見ていたっていうのがね、あったんです。いろいろね、症状があるけども治らないみたいなのってね、あるじゃないですか。治らなくて困ってる。それもね、血管とか細胞とかじゃなくって、もっと別の次元から来ている節がある。誰にもわからない。でも、世の中にはわかる人がいるんですね。見るんです。見るっていうか、何なのかあれはね、心霊治療っていうのとも違うんです。ですからね、不思議な力としか言いようがない。今日はですね、頭とか目とか肩とか、その体のね、あなたの体のあちこちに現れる魂のサイン、痛かったり痒かったりしてね、現れるっていうこともあるので、もしね、もしも自分にもあったり、家族ね、ご家族とかにあったり、ちょっと気になっている方は、ぜひこれ参考にしていただきたいと思います。
それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田宝光です。まずですね、今日の話はですね、病気の場合っていうのを除きます。これ病気かもしれないと思ったら病院に行ってね、検査してもらいなさいね、約束してください。前にね、このような話をした時も言いましたけども、ほらあれね、あの先生が行けって言ってくれたおかげで命が助かったって方ね、何人かねいらっしゃったでしょ。そのあなたがね、この動画をね偶然見たっていうのもね、ご縁なんです。私の話を聞いてくれているっていうのもね、あなたを守ってくださっている誰かのサイン、守護霊さんね、守護のご先祖様のサインなんです。ですから今日のお話は病気ではなくて魂からのサインだっていうのでね、聞いていただきたいんですが、はい、まず足元から、これほら最近の子供はね、足腰が弱くなったなんてねよく言いますけれどもね、実はこれね、実はこれ本当はね大人もなんですよね。大人も、痛みとかね、しびれね、むくみね、ないですかね、そういうね足の不調が多いと、例えばね職場がなかなか決まらないとかね、決まっても職を変えやすいっていうのがある。足に出る不調っていうのは不安定さの暗示。人間関係だとね、足の不調が出た時、その人はね人とね離縁しやすいっていうふうに言われている。これね、よく安定するっていうのを地に足をつけるっていうじゃないですかね。地に足をつけるって言いますけれども、大地からのエネルギーはね、人をそこに留める、安定させるっていう性質がある。これ前にも言ったかな。寒い季節はちょっと大変ですけれども、何かのね、そういうね、安定というものを望むとき、仕事でもね、人間関係でも、安定してほしいって願うときは、これね、靴を脱いで、裸足になって、もちろん天気のいい日にね、裸足になって、地面ですよ。地面に立って、足の裏から地球のエネルギーをもらう。受け入れるんです。するとね、1週間ぐらいやるといいのかな、これね。1分ずつとかね、短い時間でいいからやると、地に足がついて安定させたいことが安定してくるんです。これね、子供のね、勘の虫とか騒がしい子供を落ち着かせる方っていうので、おばあちゃんのね、おばあちゃんの知恵袋みたいな話だけれども、本当ね、昔からあってね、大人だってこれ聞くんだよ。今言ったみたいに、足の裏っていうのは安定不安定っていうのを示すサインだけれども、つま先とかね、足首が痛い、そういうふうに不調が出た時は決断をしろっていうゴーサイン。それとかね、
お金についての問題が起きるときには膝の不調が出るっていうふうに言われている。膝が痛いとかね、まあね、膝とお金なんてね、何の関係もなさそうだけれどもね、魂のサインっていうのだとこれね、思い当たる人もいると思いますよ。まあ、それとかね、太ももとかお尻が痛いっていう時はそれはね、何かを惰性でやっているっていう時、惰性でやっているからね、気分転換が必要っていうサインでもある。まあ、以前だけどね、私海外旅行に行ったら長年の長年の腰痛がね、治ったことがあってさ、ほら、長時間飛行機に乗ったら悪くなりそうなのに逆だったんです。逆だったんだよ。魂が疲れてる時に出る痛みみたいなのもあるんだよね。腰痛がね、気分転換しろ、休めっていう魂のサインだったんです。このね、背中、腰のサインっていうのは重要で、人生をね、長い目で見れば、どんなに忙しくても休まないといけない時っていうのがあるんですよ。ね。これを無視すると、ね。無視しがちだけれども、無視しちゃうと、うつ病になっていったり、別の病気とかにもなりやすい。はい。それとね、肩の凝り具合。ね。肩の凝り具合っていうのは、魂のサインでもよくね、責任の重みが現れるってよく言いますけれども、気をつけないといけないのは原因不明の場合です。肩が凝るようなこと、力仕事とかね、あんまりしてないのに、妙に凝ってるとか、重いっていうのは、まあ、肩から首にかけてもそうですけれども、それはね、まあそれっていうのはね、取らなくていい責任を取っているとき、自分のせいじゃないのに、自分のせいだと思っているとき、もう一つね、突っ込んだことを言うと、自分のせいだと思わされているときだよね。攻撃を受けているっていうかね、攻撃を受けているっていうか、パワハラにあってるみたいなね。そういうのでね、自分でも気づかないで、自分のせいだ、自分が弱いからだ、なんてね、思わされてる。そういう時ね。そういう時は、魂の防御反応として、こう肩からね、こう肩から首にかけて、妙に重い。ほら、いわゆるね、生き量っていうね、あるんだよね。背中から見られてるね、そういう感じがするときってね、そういうのがある人いると思うんですけれどもね、大抵はね、大抵は悪いことなんて起きないんだけれども、相手がね、念が強いタイプの生き量って厄介なんだよね、これね。そういう人とかね、そういう生き量がある人とは離れるしかない。距離を取ってください。はい、こう手の場合はですよ、手の場合は肘から先、手首とか指とかね、痛みやしびれがあるっていうのは、一つはね、将来の不安が強い時です。これはね、新しく貯金をするとかね、例えば何かちょっと節約するとかね、目に見える数字が良くなるとね、そういうね、不調不具合がね、和らぐ、なくなるっていうふうに言われている。今ね、そういうなんかこう不調があるっていう人は、ね、手の不調があるっていう人はぜひね、試してみてください。はい。あとね、喉の不調っていうのもありますよね。何かをものすごくね、我慢してますよね。耐えてるとね、我慢して耐えてると、
我慢しすぎていると風邪でもないのに声が出なくなったり、原因不明の咳だったり、ね、痰が絡んだりする。うん。まあそれとかね、まあ、口の中とか口の周りにトラブルが出る場合は、ね、これもね、意外とお金の問題があると起きやすい。うん。まあさっき言いました、将来の不安よりもね、もっと直接的に、月末の支払いとかね、気にしすぎていると、口周りはね、出やすいんです。うん。まあこれもね、さっきと同じで、貯金とか節約をね、気にかけるとか、まあそれとか、臨時収入があるとね、パッと症状がね、消えたりするんだよね、不思議と。うん。はい。あとね、目と鼻。うん。目と鼻はね、例えば人混みが苦手な人が、ね、大勢の雑念に触れると痒くなったり、まあ、腫れたりね、鼻血が出たりするそうですよ、これね。うん。やっぱりね、感覚器官にね、敏感に出たりするんだろうね。うん、敏感に出る。うん。そういうのは。うん。あ、耳鳴りも同じですよね。うん。何かね、悪いものっていうよりも、なんていうかな、雑なものに関わった時だよね。目、鼻、耳、アレルギーみたいに反応が出る。ね。まあ、雑っていうのはさ、うん。まあ自分のことを、こう、こっちのことを否定的っていうか、軽く扱おうとしてくる人なんかね、相手にしていると反応が出るみたいなね。うん。あのね、これね、軽く扱うといえばね、自己肯定感が低いとどうなるか。髪の毛が抜けます。うん。どんどん抜けます。うん。まあ、変な話ね。カツラ？ウィッグっていうのあれね。あれいいんだよ。うん。ね、髪の毛が抜けるっていうのは、心が弱ってる。ね。魂がお疲れさんのサインなんだけれども、ウィッグをつけるようになって、なぜかね、肌が若返ったって言ってる人ね、結構多いじゃないですか。うん。あれね、自己肯定感が高まると、オーラも出るからね。うん。肌がね。だから、こう、肌が光って見える。うん。肌が光って見える。ピカーって若く見える。ね。うん。そういうのがある。はい。そしてね、頭だと、偏頭痛の人。ね。一番最初にも言いましたけれども、偏頭痛の人、多いと思うんだけど、魂のサイン的にはね、日々の喜びが少ないと、頭痛がひどくなると言われている。うん。まあ、ちょっとね、ストイックになりすぎてて、自分を喜ばせていない。ね。自分を楽しませるようなことから遠ざかってる。まあ、自分ではそう思ってないかもだけども、ね。まあ、そういう人はね、真面目すぎるんです。うん。あなた真面目すぎるの。うん。もう少しね、いい加減になった方がいいと思います。うん。いい加減っていうのはね、良い加減っていうことだからね。うん。で、これね、まあ、最後にまた言っときますけれども、病気かもしれないと思ったらね、病院に行ってください。うん。今日のこの話をね、聞いたっていうのも、あなたの魂からのサインかもしれない。ね。でしょ？病院ってね、見てもらって何もなければそれでいいんですよ。ね。それに越した幸運はないじゃないですか。ね。ね。さっきも言ったけど、実際こういうね、私の話を聞いて助かったっていうおっしゃる方もね、いるんです。うん。それこそね、正真正銘、本当のご縁ですよ。良縁ですよ。ね。幸運です。本物の幸運です。ね。どうか、ね、あなた、健康でいてください。自分を大事に、ね。大事にしてください。
見えない力があなたを守ってくれますように。大丈夫。大丈夫です。はい。今日もね、最後までお聞きくださってありがとうございます。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。はい。それではいつものように、皆さんの願いが叶いますようにと願っていただいて、もしよろしかったらね、コメント欄にも書いていただきまして、あなたのその優れたお力で、皆さんの願いも叶いますように。あなたのお力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように。あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫。見えない力が守ってくれます。大丈夫。大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。